ございます。コロモチです。今日なんですけど、日帰りで USJ に行ってこようかと思っております。ということで、朝の時刻は4時半です。3時半ぐらいに起きて急いで準備して、これから新幹線に乗って向かおうかと思います。ちょっと開園時間には今日はもう間に合わなくて、マイペースに楽しんでいこうかと思っております。大丈夫じゃないかな、多少なら。多分6年、5年ぶりぐらいのユニバ。あ、7時からのしかもない。ちょっとっとこう7時40分からだ。もう入れないや、ダメです遅すぎた。スヌーピーだ、出るわ念願の入るわ。コースターどこで、ついに。前に来た時は金欠すぎて、お土産何も買えなかったから今日は多少は買って帰りたいな。わーすごーい。わーすごーい。かぶってた。とりあえずハリーポッター乗ったらバタービール飲んで、その辺ちょっとお土産とかを見て、フライングダイナソー、かお昼か。残念ながら任天堂エリアには今回は入れず、間に合わなかった。仕方ない、早めに来た方がいいってアドバイスね。次来るときは泊まりで来ないと厳しいってことがある。そう。ここで並んじゃった。ああ、めっちゃうまい、ね。この暑さだからね。フローズンにして正解かもしれない。うん、ハリーポッターハーマイオニーのだいぶすごい。
あ、いいよいいよ。ポークサンドが一つと、ビーフサンドが一つです。お隣でドリンク、ラゴドリンク研究中です。ありがとうございます。ポークリブとバーベキューで、いろいろポテトとかもついてて、こんな。ジュラシックパークのドリンクも買ってみました。すごいですか。うん、久しぶりに食べるな。結構来るな。意外とね、USJは。意外とってた、普通に。とりあえずね、ジュラシック、なんだっけ、ジュラシックパークザライドを抜けて、フライングダイナソーに行くという感じで。今、薬がだいぶ効いてきたかも。ちょっと元気になってきた。いやー怖かった。ちょっとフラフラだわ。めちゃくちゃ面白かったけど、同じぐらい怖かったわ。始まる瞬間が一番怖かった。気を取り直してスパイダーマンかな。なんかこの辺とかさ、これとかスヌーピーになりきれるからかわいい。いやーちょっときついかなこれは。どうしようかな。どうかな。あ、いいんじゃない。思った以上にスパイダーマン面白かったね、うん、スパイダーマンの世界に入った感じがすごいした。90分待ちだったけど40分ぐらいで入れたし、ね、大満足で終わった。これかわいいね。かわいい。これはかわいいね。2個揃えておきたいね。ありがとうございます。何撮ったんですか。そう、いろいろ撮りました。ハリーポッターからスパイダーマンとか。ありがとうございます。
すごい。めっちゃ可愛い。お待たせしました。じゃあお先に、はい、こちら真ん中持って食べてくださいね。ありがとうございます。うん、あんこなんだ。おいしい。さくもちって感じ。おいしい。おいしいよね。甘い。こっちの方が中にカスタード入ってるから美味しいかも。無理だ。結構果物入ってるね。入らない。ならみんな多分これ夢だと思う。不思議だね。あー美味しい。これは癒される、うん、かわいすぎるな。これめちゃくちゃかわいい。なんだろう。もしもし。帰った？何買っちゃいました。時間何時だ。じゃあちょうどいいね。そろそろ出ますか。めちゃくちゃ大満喫しちゃったの。日帰りとはいえ。欲しいひとときをお過ごしください。Welcome to Universal Studios Japan, where dreams and fantasy come. 久しぶりのテーマパーク楽しかった。ちょっとまだ時間は6時半ぐらいで早いんですけど、新幹線が7時半なんで、もう早々と今日は帰ろうかと思います。でも全然1日フルじゃなくてもめちゃくちゃ楽しめたので、日帰りも結構いいかもしれないです。そしたら今日の USJ の Vlog は以上となります。
もしちょっとでも面白いと思っていただいた方いらっしゃいましたら、いいねやコメントなどなどいただけると嬉しいです。ということで、次の動画でお会いしましょう。